学生の頃お前らと遊んでた時のこと思い出せよ。帰るべき故郷って言われっとさ、あの時の俺たちなんだよ。久しぶりじゃない。いつ仙台に戻ってきたの？あ、見たかったんだ総理大臣。お前、オズワルドにされるぞ。偽物だよ。お前を誘導するよう命令されたんだよ。何やってんだ青柳くん。青柳さんが相手にしてるのは相当でかいやつらだよ。君が犯人なのは分かっている。俺は犯人じゃない。君がラジコンヘリを買った店の防犯カメラが提供された。やってません。イメージだ。口を封じて、はい、おしまいってね。どうせお前じゃねえんだろ。あのあんちゃん、一か八かの勝負に出るんだと。無様な姿さらしてもいいから、とにかく逃げて生きろ。息子さんを信じたい気持ちも分かる。笠原のことはどれだけ詳しいんだよ。あいつは犯人じゃない。至急出口を手配。俺にとって残された武器は人を信頼することだけだから。ゴールデンスランバー。